では7レースおっしゃられます京都の渡辺選手です。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの共同通信社終わられて、まあ、熊本はお休みになられましたけども、はい、この観点はどういうふうに過ごされましたでしょうか。やっぱりこう共同通信社杯ですごいこう不甲斐ないレースをしてしまって、まあ、それを見直してなおかつこうよりこう残りの G1 に向けてコンディションが上がってくるような本当に悔いのない期間を過ごしたと思います。今日あのオールスター向こう町で共同とも結構詰まってたと思いますけども、そのあたりの疲れっていうのはしっかり抜けてますかね。そうですね、まあ、連戦で本当にパフォーマンスが上がってこなかったですし、まあ、本当にここに向けてもしくは競輪戦、まあ、とりあえずここに向けてしっかり仕上げてこれたと思います。新皇杯は初出場ということで、はい、どうですか新皇杯にイメージは。まあどうですかね、今年戦ってきた G1 がもうやっぱりすごく楽しかったんで、まあ、今回も G1 楽しみです。今賞金ランキングが11位ということですけども、このあたりの意識ってやっぱりこの2つで狙っていきたいっていう形ですか。もちろん優勝も狙っていきたいですし、まあ、よりやっぱり勝ち上がりの時点で近畿の選手から多く決勝戦で、まあ、勝ち上がり上げていきたいです。明日なんですけども、稲川選手と村田選手で、まあ、近畿さんになりましたけども、戦い方はどうされますでしょうか。もう自力で頑張ります。わかりました。では、4日間意気込みを最後にお願いします。4日間悔いのないように、まあ、仕掛けできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。